睡眠抱っこっていうのをする補助努力であると、抱っこにも、その講習会とかもですね、私の家を開放して、皆さんに行っていけるようにするだけで、いろいろ犯罪をしていただいて、でもこういうことって病気じゃないから病院に行っても言われるんですね。先生、人見知りするんですけど私どうしたらいいですかって言っても、いや病気じゃないから別に大きくなったら治るやんって言われるんですね。でもお母さんにしてみたらそれすごく重大な問題で、でそのいろんなお子さんを見て、私のその障害のあるお兄ちゃんと普通のこの次男と長女をいろいろ見てるうちに分かったのは、これはそういう人見知りしないとかハイハイしないっていうのは病気ではないんだけれども、それは病気っていうふうに認められてないっていうだけ、障害っていう名前がついていないっていうだけで、そのトラブルの延長上にあるのはやっぱり病気とか障害があるんだなっていうのが分かったんですね。でこの対面学校をすると何がいいかっていうと、そういった機嫌、いつも機嫌が悪い、泣いてばっかり、夜泣きするとか、そういうのを、そういうトラブルを、その子がこういう子だ、こういう体質なんだとか、遺伝なんだっていうふうに諦めないでですね、この対面学校をして、正しい姿勢、体型になって、目力をつけて、自律神経のバランスを整える、そうすると、みんな、全員の赤ちゃんが、いつも機嫌がよくて、よく寝て、よく食べて、よく遊ぶ、こういう子供になっていくんですよ。この姫川さんっていう子は、お子さん5人いらっしゃるんですけど、その5人の子育てと、幼児教室を15人ぐらいずっとされていて、その中で、その対面抱っこをした赤ちゃんっていうのが、その延べ10年間ちょっと調査をしたんですけれども、10年間で1万5000人ぐらいの赤ちゃんを対象に、対面抱っこをずっとしてあるんです。そしたら、対面抱っこした赤ちゃんは、障害があってもなくても、必ず正しい発達段階を得て、何のそういったよくあるようなトラブルもなく、すごく育てがよく、病気しにくい、怪我しにくくて、もし大きな赤ちゃんに育ったっていう時に、結果がついてしまって、なので、この学校をぜひ広めようということで、私もその姫川さんについていろいろ勉強させていただいて、現在は、住み学校のアドバイザーとして、こういった講演会とか講習会、だから、抱っこひもの講習会とか、あとは赤ちゃん中だとなかなかね、外に出にくいので、ご自宅に出張をさせて、いろいろ赤ちゃんの食べ方とか、普段の生活の仕方、姿勢も良くなる、いろんな遊びとか、ね、いろんなことを教えてもらいます。